このチャンネルは TGM の補助教材として大人のギター講座をやっています。会員様に向けたものですが、会員様のご好意によって一般公開にしております。しかし単体でも勉強になるように作りますので、ぜひ最後までご覧ください。今日はこの方のアドリブを添削したいと思います。コメントでいただいておりまして、この方アドリブするのは初挑戦だそうです。弾いていただくのはですね、 Isn't it romantic の最初冒頭4小節ですね。ここにコード進行出しております。キーが E フラットですね。はい、弾いていただきましょう。完璧じゃないでしょうかね。私がもし大学とかでアドリブ101って、一番最初に取るクラスのことを必ずアメリカの大学とかで101って101って書くんですけども、この演奏されたらもう100点しか上げようがないぐらい完璧な演奏だと思います。キーとかコードにバッチリやってますよね。で、コード進行をご覧になったら分かるように、弾いていただいた音は皆さん聞こえてらっしゃいますでしょうかね。上級者の方もこういったダイアトニックにハマってるソロ、まあコードにハマってるソロがあったら一回聴いたら覚えるように練習するといいと思います。弾いていただいたので多分その、ドミソシラミですね。でレファラドストでドミソドシャープミソでレファラソで弾いたと思うんですけど、ちょっと忘れた本当かな。ちょっともう一回聴きましょうか。ドミソシラミですね。レファラドソですよね。ドミソドシャープミソレファラソですね。はい、この演奏で完璧だと思います。コードにはまってると思います。そのディミニッシュのところもちゃんとキャッチしていらっしゃるのすごいですよね。E ディミニッシュ7ありますよね。はい、で完璧なソロなのでイチャモンつけることできないんですけども、次のステップに進むにはどうしたらいいかっていうのを、まあ、3つほどポイントとして申し上げたら多分ステップアップになると思いますので、言いますと、多分ねこの最初のこういうのを普通に弾くだけじゃなくて、ちょっとアーティキュレーションっていうんですか、音をどう始めるかですね。スライドで始めるとか、スライドリーダーとかこうミュートしたりとか、ピッキングハーモニクスやったりとか、そのチョーキングしたりとか、いろいろアイデアあると思うんで、そういうのをいろいろ試していただくといいと思います。これアーティキュレーションっていうんですね。これが1点目で、さらにもうワンステップ上げるとしたらクロマチックアプローチとかいいですね。例えば最初のやってらっしゃるとことか、なんか半音下の音からみたいな、上から下ったりとか下から上がったりとかするの、これクロマチックアプローチっていうんですけども、これを追加したらちょっとジャズっぽくなるんじゃないでしょうか。はい、あとはですね、今これこの、私コード進行見えてないですけど、コード進行ここに出てると思うんですけど、 E フラットの時に E フラットのアルペジオを弾いて、 F マイナーの時に F マイナーのアルペジオを弾いてらっしゃるわけですよね。で、ドミソシラミの E フラットの時に E フラットのアルペジオで、F マイナーが来たらレファラを弾いてらっしゃるので、バッチリなやり方なんですけども、あえてですね、リラティブって分かりますかね。例えば E フラットがあったら C マイナーのアルペジオ弾いたりとか、 F マイナー7があったら同じサブドミナントの A フラットメジャー7のアルペジオを弾くとかすると、ちょっと上級者っぽい響きになると思います。ちょっとやってみましょうか。でさらにね、なんか例えばフラットサードの音とか、メジャーなのにこのフラットサード入れるとちょっとブルージーになるんですよね。これ C マイナーのフラット5でもあり、 E フラットのフラットサードでもあるんで、ちょっと美味しい音なんですよ。例えばちょっとなんか軽く流れるかな。ちょっと流しますね。こうでしょ。とか今やったのって、ちょっと何やったか忘れましたけど、 C マイナーのアルペジオにこのフラット5の音ですよね。E フラットから数えたフラット3の音なんで、G フラットですよね。で行ってその A フラットメジャー7のこうアルペジオをF マイナーの時に弾いたんですよ。でまた同じこのフラット5の音を通って、まあ、B フラットに解決したみたいな、まあ、こういった工夫で、なんて言うんでしょうね、これ難しい言葉でアッパーストラクチャートライアドっていうんですけども、まあ、アッパーストラクチャーコードかっていうんですけども、こういった他のトニックとかサブドメナントのキャラクターが同じアルペジオをドンと乗せることで、割とちょっと上級者っぽい響きになるのでやってみてください。はい、
で、他の方、上級者の方のこの投稿の時に、まあ、3、40名とか投稿してくださってるじゃないですか。で、他の方に私が申し上げたそのコメントとかも聞いて、もし分からないところがあったら、質問するって聞いていただけましたら、今すぐに吸収できるような内容もたくさん申し上げてると思うんで、全然関係ない人のコメントだからって言って無視せずに、気になるところがあったらどんどん聞いてください、はい、で今申し上げたのはこの会員様だけに申し上げてるわけじゃなくて、聞いてくださってる全ての会員様ですね、もし分からないことがあれば、自分に吸収できることたくさん私言ってると思いますので、聞いてみてください、はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もいってらっしゃいませ。概要欄からトータルギターメソッドをお持ちじゃない方よろしくお願いします。